少子化対策などを目的に実施されているさまざまな制度により、幼稚園と保育園との間でサービスの格差が生じ、幼稚園は厳しい状況に立たされています。今回は養護間格差についてお話ししていきます。こんばんは、練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、現在練馬区では3年連続で保育所の待機児童ゼロを達成していますが、それまでは多くの待機児童が発生しており、練馬区の大きな課題の一つでした。この課題解消に向け、練馬区では新たな子どもたちの受け皿として練馬区独自の養護一元化施設、練馬こども園が創設され、待機児童解消に大きく貢献しています。この練馬こども園をご存知のない方もいらっしゃると思いますが、平成27年度から練馬区独自の制度として始まったものになります。夏休みや冬休み、春休みも含め1年間通して9時間から11時間の預かり保育や0歳から2歳児の預かり保育を実施する私立幼稚園を練馬こども園として認定しています。来年度から新規に2園増え、区内の私立幼稚園38園のうち24園が練馬こども園となっています。この練馬こども園は幼稚園ごとのこだわりの幼児教育を受けながら、保育園と同様に長時間子どもを預けることができる施設となっており、お子さんを通わせている保護者の方々からも高い評価を得ています。今年5月時点における練馬こども園を含む幼稚園に通う園児数の数は7103人で、3歳から5歳の子どもたちの 42.8% を占めています。ちなみに保育所は 55.6% ですので、子どもたちの受け皿として役割の大きさがよくわかると思います。これまで特に東京都や国において待機児童対策を御旗として幼児教育、保育の無償化が図られるとともに、保育所に対してさまざまな補助が拡充されてきました。そのおかげもあり、大きな課題であった待機児童を解消することができたと思います。しかしながら、その一方でこれまで保育所とともに子どもたちの預け先として待機児童解消にも貢献してきた練馬こども園や幼稚園においては、サービス拡充から取り残され、幼稚園と保育園との間に格差が広がり、保育園と幼稚園の健全な競争ができていない状況が生み出されてしまっています。この養護間格差の事例をいくつかご紹介しますと、まず保育士に対する家賃補助制度があります。これは保育士の就労継続支援の取り組みとして、平成27年から国の支援制度を活用して、東京都が都内の保育所で働く保育士に対して最大8万2000円の家賃を補助するというものです。この制度を利用している園は247円中210円で、利用率は 85.0% となっています。この制度の対象は保育園で働く保育士のみとなっており、保育園と同じように預かり保育を行っている練馬こども園で働く保育士であったり幼稚園教諭は対象外となっています。そのため当然ながら、より処遇の良い保育園に人が流れている傾向にあり、ただでさえ保育園幼稚園での人材確保が厳しい状況の中において、幼稚園ではさらに厳しさが増しています。他にも給食費の問題があります。幼児教育保育の無償化により、保育園での給食費も無償になった一方で、幼稚園においてはこれまで通りとなっています。この課題に対してこれまで訴え続け、今年度ようやく第2子以降の復職費が無償化されました。まあ、しかしながら、まだまだ道半ばの状況です。確かに保育園では給食は必ずセットでありますが、幼稚園は園によって給食があるところもあれば、お弁当を持参するところもあり、一律で対応することが難しい状況にあります。しかしながら、当然家でお弁当を作る場合であっても、ただというわけではなく、食材費や手間暇などのコストがかかっています。保育園同様、幼稚園の給食費においても無償化すべきであると考えています。
その他にも預かり保育の費用などといった格差があります。この養保管格差に対して練馬区も課題認識はあるものの、対応はその要因を作っている都や国が対応すべきとしています。その意見はもっともだと思いますが、しかしながらその対応を待っていては少子化の影響も相まって経営が非常に厳しくなってくる幼稚園も増えていくのではないかと危惧しています。実際ここ5年間の3歳から5歳の子どもの数の年平均成長率はマイナス 2.0% で推移していますが、幼稚園の園児数はそれを上回るマイナス 6.6% で減少しています。つまり少子化の影響だけではなく、幼稚園から保育園に園児が流れてしまっていることが顕著に現れています。私は現在の少子化による人口減少社会においていかに国力を維持向上させていくかという観点で考えると、教育の質を向上させ、国民一人一人の能力やパフォーマンスをさらに高めていくことが必要不可欠であると考えています。その中において幼児教育が持つ重要性は今後ますます高まっていきます。これからもしっかりとこの養保管格差是正に向けて取り組みながら、子どもたちの教育環境のさらなる拡充に努めてまいります。今回の解説は以上となります。今回の動画を見てためになった、面白かったと思った方はグッド評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメントもぜひぜひお願いいたします。コメントにはすべて目を通させていただき、今後の制作提言であったり動画制作に役立てていきたいと思います。今回もご視聴いただき誠にありがとうございます。